皆さんこんにちは、シューチャンネルです。本日は E217 系についてやっていきます。3月くらいに E217 系の海外譲渡計画が再び出てきたという動画を出しました。そして約2ヶ月後にも海外譲渡計画は結局どうなったという動画も出しました。そして E217 系に動きがあり、みんな大好き Y2 編成の返却改装が行われ、すでに運用に復帰しています。今回は過去動画の E217 系の動画を使ってやっていきます。ということで E217 系の試作車 Y2 編成が来ました。E217 系の海外譲渡はついに中止となってしまいました。そうなると E217 系の廃車改装が再開されます。現在 E235 系は基本編成27本、付属編成24本が在籍しています。これだけ増えると E217 系廃車改装は近いうちに実施される可能性が高いです。そして、廃車改装再開で最初に廃車されるのは、今、画面に映っている Y8 編成だと思います。Y8 編成は、現在幕張車両センターに疎開されており、検査期限も迫っています。となると、返却改装が行われた後は、運用に復帰せず、そのまま廃車する可能性が高いです。ということで、E217 系の記録はお早めに、本当に最近 E235 系の遭遇率が上がってきてるので、E217 系同士が並ぶ光景は今後激レアになっていきます。それでは最後に E217 系に乗っていきましょう。
車ありがとうございます。これで本日の動画は以上となります。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。